どうもこんにちは、バッキーです。今日はですね、帝国図書館の読んだ感想の後編ですね、話していきたいかなと思います。はい、前回はですね、この帝国図書館というものが明治以降ね、建てようっていうふうになりました。それは東洋一の図書館というものを建設したいという、そういった建白書から始まりました。これまで明治に入るまで、まあ近代化される前の日本ですね、図書館みたいなものはなくて、どちらかというとお金持ちの人が大切な高級な書籍というものを保管する目的として文庫っていうものがあったんですけど、図書館といったものがなかったんですね。一方、その海外の図書館のあり方を学んで、明治以降ですね、図書館、書籍館といったものが建てられるようになります。まあ、これが帝国図書館になるんですね。で、この帝国図書館、初めはね、この東京に1個だけドンとあったんですけど、後に日清戦争以降ですね、この帝国図書館のみならず、まあ、大正期以降ですね、各地での図書館が設立されていくという、これを図書館学の啓蒙期とも呼ばれて、図書館学の啓蒙期とも呼ばれているそうです。はい、という感じですね。で、この帝国図書館なんですけど、初めはですね、文部省が持ってたんですね。で、ある時ですね、まあいろいろね、戦争とかあったりとかして、文部省がこの帝国図書館を運営していくのにちょっとこう困ってしまった時があって、じゃあその帝国図書館、今度東京府に譲ってもらえませんかというかね、東京府の我々が運営してもいいですかっていうふうな声掛けがかかるんですね。これ東京都ではなくて、どうやら昔はね、東京府と呼んでいたそうなので、うーんという感じです。で、その後ですね、また東京府が持ってた帝王図書館だったんですけど、帝国図書館だったんですけど、また最後はね、文部省に戻るっていうような、まあそういう流れがあります。ちなみにこの文部省が持ってた時と、東京府がその運営してた時の帝国図書館の雰囲気って少し違うんですよね。どちらかというと、文部省の方ですね、はじめ文部省の方で持ってた、運営してた人たち、その文部省側で運営してた時の、まあ、スタッフとかですね、こういった人たちはですね、西洋の考え方をベースに図書館っていったものを運用してたんですけど、反対にこの帝国図書館が東京府の人たちに運営に渡った時、今度はですね、西洋の考え方をベースにしてた人ではなくて、国の伝統的な国学とかですね、あとはその漢文とかのなんか知識人、漢文を中心とした知識人の人たちがメインとなって運営するんですね。西洋のスタッフ、西洋土台のスタッフから国学中心みたいな、なんか儒学とか、なんかそういった国、なんかそっち系ですね。そっち系の人中心に運営していくんですけど、それでちょっとね、雰囲気が変わるんですよね。例えばその文部省の時、つまり西洋土台の図書館運営だった時は、西暦でね、本のなんか出版の整理とかされてたんですけど、東京府になってからですね、あの後期で、つまりそのもう初代の天皇が生まれた時を0年としますみたいな、あの西暦とは違う日本独自の西暦みたいな、日本独自の暦をメインとしたりとか、あとはその東京府でイベントやります、みんな来てくださいって言った、そのイベントの内容がですね、あの孔子のなんか銅像みたいな、孔子の像みたいなをなんか展覧するイベントをやったりとかして、まあ、その時は朝鮮とかの熱心な学者とかが是非とも見たいですみたいな感じで
ね、日本に来たり、日本のその帝国図書館で、まあ、そこでね、あのこう閲覧するみたいな、観覧するみたいなことをやってて、という実はこの文部省が持つの中の人たちと東京府の中の人たちがちょっと方向性が違うから、その帝国図書館のなんか運営の仕方がちょっと違ったりするっていうのが、まあ、ちょっと面白ポイントとしてあるんですよね。はい、っていう、まあ、そういう話も、しつつですね、この日露戦争以後の話になります。日露戦争以降ですね、あの賠償金が取れず、国民というものがね、不満、国民の不満が高まっていくんですね。こうなると共産主義に傾くことが多いんですね。何か革命を起こしたくなる気持ちと重なってしまうんですね。なので国側としては策として国民の統一というものを心がけます。何としても日本が一つになってもらうように、これをまあナショナリズムとかね言ったりするんですけど、ナショナリズムをね目指していきます。それは例えば1910年の大躍事件の検挙とかね、そういう事件とかに象徴されるように、社会主義といったものへのこう取り締まりというものがより厳しくなります。そして社会主義に関連する書籍も取り締まりが厳しくなるんですね。はい、でまあそんな大正期以降なんですけど、各地でも図書館を建てていこうという流れに入っていくんです。これは図書館学の啓蒙期と言われています。ここからこの図書館という位置づけがね、ちょっとずつちょっとずつ変わっていくんですよね。はじめ田中稲城が初代館長だった時ですね、図書館のこう整理の仕方とか分類の仕方とか技術とか、図書をどうやってね納本していこうみたいな、そういったシステムのあり方とか、そもそも運営ってどうやっていく、いきましょうみたいな、そういった時期があったんですけど、なので、図書館そもそものあり方、運営の仕方っていうところが、この大正期までそういうところにフォーカスが当てられてたんですけど、大正期以降各地での図書館が設立されていく、図書館学の啓蒙期になっていくと、今度はこの図書館というものが社会教育機関としての位置づけをされるようになっていくんですね。整理整頓みたいなところを大事にしてたところから、社会的な教育機関として図書館の役割が変わっていきます。実際にこの各地での図書館を建てるということで、より田舎の方の日本人も国民という意識づけをしてもらう、まあ、つまり日本を一つにな、日本をね一つのねこう土台としてなってもらうように、ナショナリズムを高めてもらうように、まあ、そういった意味を持ってたりするそうです。そういった意味を持って各地に図書館を建てていたと。はい、ここで1915年以降ですね、利用傾向みたいなものがねデータとして資料として残ってるんですけど、ここでこの著者の方が、まあ、ちょっとこう興味深い話が、まあ、を紹介する、興味深い話をね紹介するんですよね。1914年に医術開業試験が廃止になったんですよね。でその結果図書館の利用者が減ったというデータが残ってるんですね。でこの医術開業試験というものは何かというと、学歴や年齢の制限のない、試験なんですよね。貧しい人でも、で学歴がない人でも勉強を頑張ればこの医術開業試験を受けて、まあ、多分資格がもらえると思うんですよね。そういうあのインドでいうプログラミングみたいなね、そんな感じのものがあったんですね。例えばこの野口英世
とかはおそらくここら辺に関わっていると。つまりこの医術開業試験というものはこの立身出世の承継、これは近道という意味だそうなんですけど、そういった何でしょう、象徴としてこの医術開業試験があったんですね。なのでお金のなくて学歴もなくてね、なんか賢いところの学校に行ってない人たちはこの医術開業試験をね、出世の切符だと思って帝国図書館をたくさん利用していたんですよね。しかしこの1914年医術開業試験が廃止になったことから帝国図書館の利用者数が減ったという、まあ、そういった話があるんですね。なんかこう当時の時代をこう想像させられるような話がありましたと。この当時ですね、どんな人が帝国図書館に通っていたのかというと、例えば江戸川乱歩とか宮沢賢治、そしてあの平塚雷鳥とかですね、各名だたるこう偉人たちがね通ってるんですよね。ちょっと思ったんですけど、帝国図書館やはりね文豪とかね思想家とかねたくさん通っているので、これはなんかこう図書館に行けばワンチャン有名人に会えるのかなとかねちょっと思ったりします。あの行ったことないんですけど、高級なバーに行けばやっぱお金持ちに出会いやすいみたいな、僕そんな話をね聞いたことあるんですけど、これ図書館バージョンでもあるなって思いましたね。実際帝国図書館でですね、これまでの時代ですね、例えば芥川龍之介とかですね、樋口一葉とかね、宮沢賢治とかね、こう利用してたみたいなってあるから、ワンチャンちょっとでかいところの図書館に行けば後に偉人となるような人がねそこにいてるという可能性になりますからね。あの中山きんに君で僕好きな動画があるんですけど、アメリカのジム行った時になんかそのジムのマシーンを見て、でそれ誰も使ってないんですけど、でもそのジムのマシーンの重りを見たらめちゃめちゃ重たい、その重りが設定されてた形跡が残ってたんですよね。でそれを見た中山きんに君がまだ近くに化け物がいるかもしれないっていう風にこう名言を残すんですけど、僕それめっちゃ好きで、これちょっと帝国図書館バージョンもあるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。ちょっとこう古典ぐらいのね作品で、ちょっと本棚がねちょっとこうなんかこうなんか整理されてたところからちょっとこう本が捉えたような跡とか見ると、文豪の化け物がまだ近くにいるかもしれないみたいなね、そういう風に思えるかもしれないなという図書館遊びがちょっと増えちゃいましたねっていうね、っていうそういうこともちょっと思ったりしました。で僕個人的にあのめちゃめちゃ好きな話があって、ある記録が残ってるんですけど、あの1917年の夏ですね、あの哲学者ショーペンハウアーのねという哲学者がいてるんですけど、そのショーペンハウアーのね意思と原式としての世界、今は現象としての世界っていう風にね訳されてるんですけど、意思と原式としての世界という非常に難解な哲学書をあの17回も糾乱した寺の若い霊嬢がいてたっていう、そういう記録が書かれてて、渋いなと思ってちょっと思わずねメモっちゃいましたね。こういう話ね僕結構好きなんですよね。17回もこのショーペンハウエルに当たったという寺の若い霊嬢っていうね、これ夏の出来事ですからね、熱いっすよね、いい話ですよね。はい、ちょっともうこの話がねちょっとしたかったっていう。はい、さて時代がね続きまして、今度は関東大震災が起こったりするんですね。これめちゃめちゃ被害がね各地でやっぱ出たわけですよ。でこの図書館もねやはりこうダメージがあったんですね。ちょっとね読み忘れちゃったんですけど、それほどダメージのないところもあったっていうところもあったんですけど、あの上野図書館どっちだったかな、ダメージあったのかな、ちょっとあんまりちゃんと覚えてないんですけど、はい。でこの関東大震災後以降ですね、内務省から本が来なくなったんですよね。これまではその
納本システムとして、まず出版する人、まず本を書いた人が2冊内務省に送るんですね。で、内務省の人がその2冊、その本をまずね、検閲します。検閲して OK が出たら、1冊は内務省の元に行って、もう1冊はこの図書館にあげるわみたいな、そういう制度を取ってたんですけど、そのあげるわの本がね、こうピタリと止まってしまったんですよね。もう来なくなっちゃったんですよね。これをね、食らってですね、当時の図書館長松本喜一という方がですね、頑張るわけなんですね。何回もその送ってくださいよというふうにね、抗議みたいなことをするんですよね。はい、という感じですね。なんかこうどん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 こう日本というものが戦争に向かっていくようなね、そういう背景がね出てきます。ここまでの話をね、まとめるというか、まあ、この帝国図書館の存在というものは一体どういうものかなんですけど、松本喜一という人がですね、次図書館長になるんですよ。初めは田中稲城という方が図書館長だったんですけど、次その松本喜一という人が図書館長になるんですけど、この人は一体何をしたのかというと、図書館というものを民衆化させようっていうふうに志した人なんですね。田中稲城の時は図書館の整理術、分類術といった技術をまずは挙げて、図書館といったものが大きい図書館というものを運用させたいというところでした。次の館長、松本喜一館長になると、より実践的にね、図書館というものをもっと民衆化させて、それのみならず、ね、国際化もさせて、グローバルをやっぱ意識した図書館も作って、で社会化させようみたいなね、そういうふうに考えていくわけですよ。これは古代の図書館と近代以降の図書館を見てみると、大きく図書館としての役割がガラリと変わるんですね。古代の図書館というものは文献を貯蔵する場所、保管する場所で、なんならもうあんま人に見せるような場所じゃないような感じもしますよね。といったような文献の貯蔵がメインでした。一方、近代以降になると、この図書館というものはみんなに見てもらうことで価値があるんだと、国際力を高めるため、知識力を高めるために、農民でもね、貧しい人でもこういう図書館にアクセスできることが大事なんだというふうに、知識をね、民主化させたという、そういった時代の転機があったわけなんですね。文献の貯蔵から民主化、知識の文献の民主化になったわけです。これは初めは文献を守りましょうみたいなね、そういう保管しましょうっていうところから、利用者本位の図書館のあり方に変わっていくわけですね。はい、っていう感じで図書館が変わっていったというお話ですと。もし戦争がですね、第二次世界大戦が本格的に始まる頃には、ですね、例えば大政翼賛会あたり以降とかですね、上野図書館の本を、まあ、疎開しようみたいな、そういう話とかも出てくるんですね。もうみんな考えるんですよね。東京の上野は絶対戦争の現場になってしまうと、絶対爆弾降ってくると、なのでたくさんの本とかをとか遠くのところに送っちゃおう、疎開させちゃおうというような考え方が出るんですよね。ちなみにこの上野図書、上野といえば上野動物園の毒殺も、まあ、実際あったわけで、まあ、上野ってそういう場所なんですよね。実はこの上野動物園もあるし、上野のこの帝国図書館もあったわけです。はい、というまあそういう戦争のね、大変な時代とかも、まあ、結構ここの帝国図書館で、まあ、書かれてるんですよね。あの図書館に関わってたスタッフの人とかがもう戦争で結構焼け野原みたいになったりとかなったとしても、戦後とかですね、俺らで教養を高め合うために、もう週に1回ちょっと職員で読書会を開こうぜとかね、結構パワフルな人たちがね、やっぱりこう頑張るわけなんですよね。はい、
そういうところも、ね、結構、ね、細かく書いてるんですけど、でいう感じで、まあ、戦後を迎えて現代に、引き継がれていくという、そういう感じの話なんですよね。はい、この帝国図書館ですね、存在さえ僕知らなかったんですけど、こういう日本の、ね、東洋一の地を、ね、目指そうと思ってね、こういう図書館があったということがね、知れてね、とかとても良かったですね。はい、まあ、これで帝国図書館のね、まあ、話を終わりたいなと思います。まあ、面白かったらいいね、もしくはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。